初めてですよ。正解と動画ですね。すごいよ。こんにちは、松田です。ハンサカス。ちょっと、なんでもうハンサカスになった。いや、あなたも分かる二階堂ですって言いましたよね。言うたらもう一回ちょっと言って、はい、ちょっとじゃあ、ハンサカス。自分なんでその、なんか風呂上がり。いやいや、もういい、もうちょっと、いや、シャンってなったよ。風呂上がりや。なんでこんな格好。いや、どう、いや、汗かくと思う。いや、なんかランニングじゃない。ランニングできてる。そうね。すごいね。初めて見たよ、こんな格好して。筋トレの時でもこんな格好してないもんだって。あ、しない。長袖できるやん。長袖できる。ね、汗かくと。長袖できる。めちゃめちゃタメ口じゃん。じゃあ今日何かと言いますと、はい、ヨガね。ヨガは？ヨガ。ヨガ。ヨガ。初めてですよ。整体とヨガですね。整体とヨガのヨガセラム。コラボみたいなやつ。した時ないよ、全然。ない。した時ない。初体験。先生、ちょっとご紹介します。はい、菅先生。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いい声ですね。うん。ありがとうございます。ね、優しそうな笑顔でね。ありがとうございます。今日はね、今回紹介二階堂さんをね、やっていただくということで。菅先生からね、なんかへそ出せって言われて、やられたことね、やられたんですよ、これ。もう娘って言って一生懸命言いよって娘もろとね。なんで無理やりさんの感じにしたいんですか。これ嫌だったんだけどね、まあヨガの目のやり場に困るって。目のやり場にこれも困るね。いうヨガね。ヨガヨガですよ、うん、こっちの方がまだましやもん。うちの近所にね、こういう人の縁側から座っとったりするんですか。あ、プロ上がりな。うちの隣焼き鳥屋があるんですけど、はい、船のおっちゃんがこんな感じ。あ、こんな感じ。ロバタ焼き船のおっちゃんが。船のおっちゃん。そうそうそう。はい、じゃあお願いします。すいません。ということでお願いします。よろしくお願いします。はい、行ってみよう。うちのヨガっていうのが、はい、セラピーヨガっていう風にさせていただいてるんですけど、うん、皆さんがちょっとイメージするようなヨガっていうのはなんか先生一人に対して、うん、こういうとこだと20人、30人ぐらいで一斉に行う、なんか並んで、うん、そうですね、そのイメージだ、はい、そういうイメージがあると思うんですけど、うん、ではないんですか。はい、うちは少人数制、少人数取らせていただいて、はい、1対1で行っていきますので、うん、差しでやると。はい、差しで。なんか言い方変えちゃうんですか。差しでやっていきます。あのその方 の、うん、あの体の無駄に今笑いました。今目が入って無駄に笑いました。へそ、はい、へその近くにでかい心があるから、そう、目に入った。あ、これだね。これ俺の印やから。痛い。話が進まない。はい、すいません。まあ、その方の体の骨格であったりとか体の歪み、癖に合わせて、はい、セラピー要素を含んだヨガクラスっていうのをうちでは行っていきます。なるほど。あとですね、まあ、その時々によって体の状態、うん、精神面っていうのが、うん、あのその日によって違うと思いますので、通常来ていただいた際にその日の症状であったりとか体の状態っていうのを聞かせていただいて、あとはまあその表情からですね、その日の精神状態っていうのを読み取って、その日に合わせたヨガクラスっていうのをそのままで組み立てて、なるほど、そのままでクラスを、そうか、はい、そういう感じでやっていくんだ。っていう風な感じになってます。はい、ただ一個ちょっと気をつけないといけないのはね、姫島本通り整骨院さんの中にあるんですよね。はい、近くして姫島整骨院があってね、コンホスさん間違えて突っ込んでいく。ちょうどタクシーが止まったんです、そこに。タクシーちょうど目の前に止まって、で入ったら、すいません、 YouTube の撮影で来ました。初めてですか、ヨガ。いやいや、YouTube の撮影です。はいって言われて、あ、すいません、失礼します、すいません、出て行って。いや、マジで、いいじゃん、ただの。で、あなた確認して、いや、ここよ、ここよ、みたいな感じになって、もう一回入っていって、なんか YouTube の撮影で来ました。初めてですかって、待って。で、また戻って、で、違うやんってなって、ね、で、ここにたどり着きました。はい、ちょっと違います。はい、間違いない。はい、間違いない。お願いします。はい、したクラスを行っていくので、はい、あの骨盤の歪みっていうのを見ていきたいと思います。おお、整体だ、まるで、うん。こっちに倒した時って、まあ浮いてはいるんですけど、うん、そこまであんまりこう今とか離れてないの分かりますか？なんですけど、こっちに倒した時っていうのは、うん、もうこの肩のところまでわっとこうマットが浮いちゃうね。浮いてしまってますよね。左の骨盤がこう前に出て歪んでしまっているっていう風になっています。うんうん、で、これ日常生活の癖なんですけど、うん、例えば、まあ、左の足を上にして足を組んでしまったりとか、右側に何かこうテレビであったりとか、なんか物があって
右側にこう向いてしまったりとかっていうなんか癖とかないですか？パソコン今モニター2枚で作業してるんですけど、はい、正面と右に置いてます。モニターそうですよね。この右側そうやね。パソコンしてるんです家で。自分にそうや。なんかカッコつけてそんな感じ。いやカッコ。そこはそこはいいやスルーです。正面と右にモニターがあります。だからこう見てます。なのでこう骨盤をこうねじらせてしまって右側にしてるので、どうしても骨盤がこういう風に、ね、傾いてしまっているっていう風な今癖があります。だからやっぱ正面に置いてたらエネモニター、ね、正面に置いてた、前後に置いてた、正面2枚とか、じゃあ前後前後に置いてた、俺がこう背伸びして見るみたいな。おい、声がでかい。面白すぎる。できたらこうパソコンとかね正面に置いといてもらうのが、骨盤っていうのはね肩も歪みがマシになるからと。そうか、じゃあ2枚じゃなくてもうそれやったら大きい1枚のモニターの方がいいねっていうことだね。どっちかというと。そうですね、2枚だと。はい、何がおかしい。何もおかしいと言うから。今度このままちょっとくるっと下向きになってもらっていいですか？うつ伏せで。今度ね、この骨盤の歪みっていうのは股関節なので。うつ伏せって言われた。あ、やばい、閉じていいんだ。ごめんごめん。閉じるって、閉じていい、閉じるって閉じていいんですね。はい、それで大丈夫です。はい、で骨盤の歪みなんですけど、股関節と関係性があるので、ちょっと股関節の柔軟性っていうのを今から見ていきたいと思います。はい、え、なんで自分じゃ分かってないからね。何が起こる？4の字固めやってる。そう、気持ちいい。いや、もうね、気持ちいい。右側の方がちょっと硬いというか、うんうん、比べたらこっちの方が多分ぎこちないです。そうですよね、うんうん、浮いてる範囲も確かな見ても、この右の方が結構こう、前の腰ってこう浮いてしまっている。浮いてるのですか？浮くってことは、外側のそのお尻、外側ですね、股関節が硬いせいで引っ張られて腰が浮いてしまっているっていう風な感じです。結構股関節硬いかなっていう。あ、はい、説明の時お尻慣れたの見ました。いやいや、説明で、ね、はい、その辺が股関節分かりやすいかなと思って。その辺がっていう話。自分なんかこう、どら焼きみたいな感じで、こう、綺麗だね。どら焼き、どら焼きみたいな感じで全然伝わるけど、まあいいや。つま先少し見てもらってもいいですか？はい、今外に開いてるの分かりますか？はい、外に開いてますね。はい、右足の方がちょっとつま先外に向いてます。そうね、こっちが外向いてますね。その傾向ある、確かに、普段から。ありますか？そうなっ立ってる時もある。それは知ってんだ。うん、これね、骨盤のやっぱ左右バランスによって右の方がちょっと開いてしまう。で、そもそも骨盤なんですけど、しっかりとまっすぐになっていると、このつま先って外に向いてるんじゃなくて、まっすぐにこうなってるはずなんですけど、ちょっと外に他にまたパンと開いてしまってますよね。はい、うん、これが骨盤のちょっと歪みによる原因なんですけど、なるほど。さっき何言ったって、股関節硬いですねと話しましたよね。で、この股関節が硬いせいで、というふうに足が外に開いてしまって、はい、で足が外に開くことによってこう筋肉が緊張してしまって、外側ですね、太ももの外側ばかりこう日常生活で使ってしまう、歩いてる時とか外ばっか使えてしまうんですね、外に広がることによって、はいはい、そうすると太ももの外側、お尻の外側で筋肉緊張してしまって、こう横脚であったりとか、あとガニ股っていうふうになってしまう。ガニ股ね、ガニ股だよね、ちゃんとそうや言われる。あとは外ばっか使ってるってことは、逆にこの内側の筋肉っていうのを使えていないので、自分もですよね、はい、ここの筋肉がどんどん衰えてしまって、例えば座ってる時とかにこう、うん、勝手にこう足がパカンって開いて広く、はい、座ってしまったりですね、うん、これはもう完全にここの内ももの筋肉を普段使っていないので、もう自然とこう外にどん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 広がってしまう。伸ばした方が楽だから伸びちゃう。そうです。あ、そういうこと。なので今日はこのヨガクラスの中で、まず外側ばっかし使ってしまって、ここに緊張している筋肉っていうのをまず伸ばしてあげるっていうことと、あとは逆に疲れてないこの内ももっていうのを筋肉をしっかりと使ってあげるっていう2つの面をしていって、骨盤を正常な位置に戻していくっていうようなヨガをちょっと今から行っていきたいと思います。そんなことが可能なんですか？はい、できます。まっすぐに骨盤を整っていきますので。分かりました。はい、ではやっていきましょうか。静かにしておいた方がいいですよね、周りはね。そうです ね、 ね、今からちょっと集中していきたいと思います。吸う息と吐く息は一定の感覚で、呼吸に意識を向けていきましょう。指先をグッパグッパゆっくりと動かして、徐々に感覚を取り戻していきます。最初は
まあ、結構足浮いてしまってたんですけど、呼吸をしっかり取ることによって、あとね、股関節を開けることによって、ちょっとどんどんこう壁に足がこう開いて近くなってきた感覚があったので、最初にまず股関節をほぐして、今からちょっと動かしていきたいと思います。開いてましたか？少しずつ開く感覚がありますね。びっくりするぐらい気持ちいい。あ、気持ちよかった。すっげー気持ちいい、これ寝そうやったでしょ。いや、リラクゼーションですよ、これ本当に。すごいね。すっげー気持ちよかった。また来ます。もう今からです。今からです。はい。頭頂は天井方向にスーッと伸びて、吐く息で骨盤を正面に向けたまま、今鏡を見てもらって、右の肩の延長線上に顎のラインを乗せて、目線後ろの壁を見ていきます。呼吸を取っていきましょう。3呼吸、吸っていきます。このまま吐いて、吸って背骨にスペース作る。吐いて、靴でしかない。靴でしかない。苦しかった。油こぼれるかと思って。でも結構ツイストを入れられました。素晴らしい。いや、きつい。まあ、そうなん、筋トレの方が楽だわ。めちゃめちゃきつい。使わの筋肉ばっかり使える感じがするな。次の吸う息で右足を一歩両手の間に入れていきましょう。よいしょ。じゃあ人間にできる方法です。大丈夫です。足りない分ちょっとトコトコと。ごめんなさい、お腹が引っかかるんで。左足がきつい。なんで左がきつい？左がきつい。左がきつい。肘をブロックについていきましょう。肘をブロック。そうです。OK。つかない。落ちたな。落ちたな。くっ。あー。もう骨盤一直線なんで、まず今骨盤ちょっとね、歪んでしまってる状態なので、左足のお尻は後ろから前に少し押し出すようにして、骨盤を正面に向けていきます。そんなきつい。やばい。急何度か取っていきます。しっかり呼吸取りましょう。ちょっとゆっくりと歩かせていきます。わ、すごいなこれ。今ですね、ちょっと体がこっちに傾いてしまってますよね。これっていうのは、さっきの右の股関節が硬いので、ちょっとこっちに逃げようとしてしまって、つまり我慢している状態なんですね。今ちょっとブランケットで右側に少し体重を戻しましょう。ここですね。で、足このままちょっとまっすぐもう一回伸ばしていきましょう。今外にこう開いてしまってるの分かりますか？こうなってますね。そうですよね。筋肉は正しい向きこっちです。こっちを意識して、こう、こう、こう、こっち、こっち、あ、こう、ここです、ここです。こう、うん、ストップです。あ、そうやね。こうすると今骨盤のまっすぐに今整いましたよね。で、今すごくここ伸びてる。すごい、やばい。太ももが、ハムがやばい。先生のこと綺麗やもんね。綺麗もん。吐きながら肘をブロックについていきましょう。今ね、左がつかないの。そう、左の方が多分つかないよ、全然。あ、肘がいかないの、ここまで。うん、ちょっときつそうですね。そんなもんなんだ。届かない。もう一個だけブロック足しますね。いや、お願いします。あ、そんな、こちら。あ、そんな、申し訳ない。ちなみに、すみません先生、これはこっち肘がつかないというのは何かあるんですか？左の股関節がすごく硬いので、肘がこうつかなくなってしまっている状態です。で、骨盤がね、こうなった、ここが歪んでしまってますよね。無理です先生、それは。これをまっすぐに戻します。なので、こっちの足の付け根を少し後ろに引いて、そうです、右の足押し出すと、ここ今一直線ですね。このままキープです。そして、ここ固定させたまま、腰と背骨をぐっと引き伸ばしていく。そうです、そうです。で、左の肘側にもしっかりと体重を乗せて、肘には体重乗らないですね、これ。で、今足がこう開いてしまってるんですね。あ、ここ、そうです、そうです。呼吸です。痛い時こそ呼吸です。しっかりと取っていきましょう。呼吸取っていると関節筋肉しっかりと伸びていきます。どうしてもこうまた歪もうとしますよね、ここです。
なんか歪んでしまってるからっていうことですね。戻ろうとするっていうか楽な方に。楽な方にここが硬いので引っ張られてこういうふうに連れていかれる状態。痛い。今ね、どこ伸びて、ここ伸びてますか？
ていうのは、最初にこう検査した時に外側いっぱい使ってしまって外側の筋肉が硬くなっているっていうことなんですけど、その硬くなっているその外側を今伸ばしています。ゆっくりよ、皆さん。呼吸吸って戻ってで、ベルト外して顎を少し引きましょう。で、顎を少し引いて軸足も力強くつま先天井方向向けていきましょう。そうです、そうです。使えてないところを今
使ったので修行だから、まあ、だから整体とかでもさ痛いと悪い、うん、みたいな悪いと痛いとかで、うん、まあ、一緒ですよね、うん、だからね、うん、苦手を今使っていきます、ね、すごいよ君すごいよやられてからないよね説明欄に全部ホームページとか貼っておきますんで、はい、ぜひ見に行ってください、うん、すごい安いですね。いやすごいね、安いんでその金額でしてくれるとは、うん、まさか、うん、まさかまさかせーのまさか一応やってくれるチャンネル登録よろしくお願いしますせーのムーバイ大丈夫ですか効果じゃないで大丈夫大丈夫この動画みんな来るからごめんなさい本当全然大丈夫気が離れてください。久しぶりに本当に痛いものを我慢したね全力で。そうやこんな体験ないよね。チャンネル登録お願いします。スマホ、タブレットでもタップできるよ。前回の動画、おすすめ動画もチェックしてね。